表の連中は全滅ですか。ああ奴らしばらく使い物になんねえはずだ。少しは休みをくれ。心配は無用です。代わりの人間は吐いて捨てるほどいますんで。大概算で行き場をなくした極道崩れがね。連中を食い物にするためにお前らは第二次大解散なんてお題目を唱えてんのか。あいつらにとっちゃやっと差し込んできた希望の光だったはずだ。ふん、そうですね。そういやこんなことを言ってるやつがいましたよ。仇の世界は全く自由がなく、まるで無所のようだったと。元ヤクザがいつ何をしでかすか常に監視されてるようなもんだったんでしょう。ですが面白いのはこっからです。ここでは常時100人近い組員が作業をするんですが、管理者は1人以下で済むんですよ。それができるのも倉庫の構造にありましてね。この監視塔を見てください。中に管理者がいるかさえ外からは見えません。管理される側はいつ見られているかわからないので作業の手を抜けなくなるわけです。パノプティクンという構造ですが、これが何のために考案されたかわかりますか。無所の監視だ。ご名答です。無所のような社会から逃れてきたはずの元ヤクザたちは結局少しだけマシな牢獄に来るだけのことだった。お前らは何のために連中を集めてる。なんでハワイへ送り込む必要がある。救ってやるためにですよ。海老名がそう言ってんのか。もしそんな上っ面の話しかされてねえんなら、お前もいずれ使い捨てられる運命だ。口には気をつけた方がいいですよ。彼らは清流会の中でも武闘派です。海老名さんへの忠誠心も厚い。命令を受ければ殺しも厭わない。命令がなくても組の敵は躊躇なく殺す覚悟がある。今時の極道にしちゃ珍しいな。だが口で言うだけなら何とでも言える。そんな奴ら腐るほど見てきた。来い、本物の武闘派ってのがどんなもんか俺の拳で味わわせてやる。珍しい獲物を使いやがる。扱う武器が一つとは限らねえ。気を引き締めていかねえと。行くぜ。蹴りをつけるぜ。燃え尽きな。承りました。へっ。
さすが、なでじゃねえの。いい加減、終わりにしましょうか。まとめて片付けるか。あらら、何も持たないでどうするんだろうな。何か嫌な気配がする。慎重に行くか。力の差を見せて。逃がしゃしねえぜ。脇が甘いな。そろそろくたばっちゃくれませんかね。よく吠えるね。こいつは重いぜ。お縄につきな。そらそらそらよ。出番が来たな。早く来いよ。見さらせ。ハッピーバースデー。調子がいいぞ、私は。相手してやる。コンビプレイね。狙うか。おしまいか。俺たちすごいんじゃねえ。まだ強くなれるかな。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。格が上がったね。見とれないでよね。あ、やった。あのサバシロぶっ倒してやった。さすが桐生さん。俺をここから連れ出してください。奴らの前じゃ何も話せに。よせ、俺をどうする気だ。監視の目から逃れたい。このまま海に放り込んでください。そこまでやる必要があるのか。後で一の家に。俺もすぐ向かいます。そこまで。もうここに用はねえ。次はエビナだ。やっぱ面白えわあの人。いやまさか
いつも透かしてた沢城があんな声上げて海に落とされるなんてよ。ちょっと衝撃的だよね。